何,何も言ってないじゃん視線がうるさいとか知らんしちゃんと待ってるじゃん僕邪魔してないし何も言ってないし偉いじゃん僕 何な顔近い何を気分転換ねえ僕にかまってる暇あるなら早くそれ終わらせてよ我慢してるんだからだってそんな ちょっとだけかまってまたその後何十分も放置されるとかそっちの方が残酷じゃんやだ残酷すぎああ何笑ってんの <laughs> いいから早く戻ってとっとと終わらせてよそれ 機嫌悪いよそりゃ一 <laughs> 1時間以上放置されてるんだからゲームだから言ってるじゃん一人でやったってつまんないの一緒にしたいんだもん はいはいもう少し待ってでしょ分かってるよ分かってる待ってるよさっきからずっとうん。<laughs> <laughs> 何なんか文句ある <laughs> いいじゃん別に後ろから抱きしめるくらい邪魔してないじゃん 寂しくなったのって寂しいよ寂しいに決まってんじゃんせっかく一緒に遊べると思って楽しみにしてたのに急に仕事入っちゃうしう当たり前だけど君はパソコンしか見てないし僕のことは放置だし もう少し待ってって何回も言われて一時間以上経つし <laughs> 触れるくらい許してよ見てるだけはもう飽きちゃった飽きたし なんか、虚しくて嫌だ。<laughs> いいでしょう。パソコンの画面見ないから、このまま抱きしめさせてよ。 いいよ、別に謝らなくて仕事なんだから仕方ないじゃんそれくらい僕もわかってる多分同じ状況だったら僕も仕事を優先すると思うし仕方ないって 分かってる分かってるから余計になんか寂しい <laughs> でもせっかく二人とも休みなのに。 に遊ぶ時間なくなっちゃう大げさじゃないどんどん時間が仕事に取られてく本当についてないなんでよりによって今日なんだよ んんうんあん、っ何急になんでキスしたの今拗ねてるから何拗ねてるからキスして機嫌直してやろうっていう魂胆そんな 単純じゃないよ僕は <laughs> うるさい別にニヤニヤしてない <laughs> してないちょっと嬉しいけどで,でもまだ僕機嫌直ってないから <laughs> 1時間以上恋人を放置してる罪は重いよ ね、ちょっと笑わないで。僕の頭も揺れる。<laughs> 謝らなくていいって。だってそれ仕事じゃん。仕方ないんだよ。<laughs> もう。 言って何急に頭傾けないでよんうんうん頑張ってちゃんと待ってるからおとなしくしてる。 でもあと一回だけキスしてほしいうんキスがいいしてくれたらあとちょっとくらい待てる。 ありがとううんあとちょっとねわかったで頑張って待ってるから <laughs> あとちょっとだけ。